です。覚えてます。前もお店でやってもらったんですよ。うんうん。まだ多分俺がね、この仕事する前だな、本格的に。あー、俺ちゃんとこの仕事始めたのが、はい、3年前だから。うーん、まだ経験は3年なんだよね。それまで土建業やってたから。あ、そうだったんですね。そうそう、いろんな仕事した上にたどり着いた。独立しようと思肩はこう丸まってるんですけど、うん、背骨って腰は反ってるっていうか、あ、うんうん、すごい前に出てるんですよ。骨盤が多分もうそうなっちゃってるんだよね。なんていうんですか、あの赤ちゃんのお腹が出てるみたいな、うんうんうん、本当にそういう妊婦さん体型。うん、そんな感じになってくるんで。腰すごい、こんなに気持ちいいんですよ、うん、なんか自分でもやりたくなるけどできないですもんね。自分でやってもこの気持ちよさは、ね、やっぱり出ないんだよね。あと当てる角度とか、そう、電話買ってきて誰かにやってもらえば。ああ、でやってみたいな、うん、でもやっぱ覚悟とかあるから。あれね、簡単なところはこのね、電話の頭のこのスナップを聞かせてね、はい、ポツンって当てるだけだから、はい、でペンシル持ちで、はい、ローでやる。これローなのね。ハイだ、そうなんですか。ハイだと、はい、こうなの。ああ、やばいっす。これだとね、ちょっとね、これ強すぎるのね、刺激が。ああ、なんかもう表面が、これだと痒くなっちゃったり強すぎるから、ローでローがいい。すごい気持ちいい。ペンシル持ち、グーで握っちゃうんじゃなくてペンシル持ちで。痛かったところだけど、痛かったところ、すごい気持ちいいです、それ。パソコンに向かうとき座椅子なんですよ。うんうん。そのせいかなって、多分そのお尻とかっていうか、腰は。座る姿勢だよね、やっぱりね。油かいては。油
書いて背中丸まってますね。もう最悪だな。やばいです。どうなの？気持ちいいです。もっとしてみたいな、そういう卑猥なあれですよね。なんかずっとやっててほしい感じもあるでしょ、ね、心地よさ。やばいです。卑猥な使い方してはいけませんよ。こんないいものを、うん、ちゃんとね、説明書にも確か書いてあるんだよね。使い方ですか？そう。へぇー。で、1回使用で15分ぐらいまで。でないと熱くなっちゃうというバッテリーが。あ、モーターか。そうなんですね。うん、へぇー。で、ちょっと足に移っていきます。足はもう、ちょっと曲げてやるから。はい。1本でやっていきますね。これはこれでいいでしょ、足も。気持ちいい。なんかさっきとちょっとまた違った刺激が、うん、さっきはね、刺激が強かったから、今度この柔らかい刺激で、うん、あー、やっぱりです、それはそこはやばいです。ここはね、やっぱ痛いのは痛いんだよね、ここね。くすぐったい軽く当てるとくすぐったくなる。あ、これちゃんとした圧をかけるとマッサージの気持ちよさが出る。アキレス腱が結構ね気持ちいいんだよね、これ。あ、どう？やばいですね。いい？それすごい。あ、これこれならでも自分にできそうっていう感じ。家でも。あとで自分で当ててごらん。多分この緊張さがないから。あ、自分も勝手に残念な気持ちになっちゃう感じです。でもほぐれるのはほぐれるんだよ、うん、気持ちよくなくても自分でやってても。あ、そうなんですね、うん、だから自分でくすぐってもくすぐったくないじゃん。はい、あ、それと同じ感覚で、人にくすぐられるとくすぐったいから、自分で当ててるって脳があるから、はい、そう、はい、足の裏もね楽しいんだよね。すごい新感覚。あー、気持ちいい。あー、でもすっごいくすぐったい気もある。あー、やばいですね。なんかさっき痛かったところがすごいくすぐったい感じですね。そうですね、その辺とか、うん、
あー楽しい。あー、しびれてるって感じ。じゃあ逆もやっていきますポイントが。ほぐれてくるとね、痛みが軽減してくるから。膝のところすごい気持ちいいですね。うん、ここでそこ、柔らかくなった足がさらに柔らかくなりそうな感じですね。そうだね。うん。かなりスッキリする。どうですか？眠くなってこれ。さっきから何回か寝かけてる。落ちるよね。なんかいきなりスッてこう眠くなりますね。芯の方が柔らかくなってる感じっていうか、中の方、ね、そう、中の方がこう振動がすごい伝わるんで、こうあーあーって、こう中からほぐれてるような感じです。